はい、皆さんこんにちは、松田ひかるです。今回は日本リーグ第1節2試合目となりますJテクとの対戦をお送りします。この試合はついにゴールデンルーキー小山選手が初先発、日本リーグピッチャーとしてのデビュー戦ということになりますので、ぜひご覧ください。はい、ついに小山選手デビューとなりますね。やっぱりマウンドさばきがちょっと新人離れしていますね。初球何から入りますかね。高めのライズから入りましたね。で2球目もライズボール、ちょっと抜けてますね。3球目は外のカットですかね。これこの日の第3試合だったので、まあ足場がちょっとへこんでたりして難しい足場だったのかなっていう感じですね。そして3ボールから高めのライズ、フォアボールですね。足場がちょっとやっぱ気になってますね。そして2番橋本選手は初球ライズをレフトフライでワンアウト。そして3番天田選手、ワンボールワンからの3球目をツーランホームランです。ちょっと高めのライズでしたね。でもこれ小山選手のライズをしっかり取られてなかなか難しいんですけど、よく打ちましたね。ナイスバッティングです。ちょっと甘いんですけど、甘くてもなかなか打てませんよ。そして4番青枝選手、ワンボールからショートライナー、ツーアウトとなります。で5番長谷部選手は3ボール2ストライクからショートゴロ。ホームラン打たれてもやっぱ落ち着いてますね。ヒラキンの攻撃は1番浜本選手、初球をセンター前ですね。1番バッターの初球をきっちり振ってきっちり打つ、なかなかすごいことですよ。そして2番宇根選手、宇根選手も初球ですね。スラップでサードの頭を越えるレフト前ヒット。もうこれ芸術ですよね、宇根選手。すごいです。そして3番松田、3ボール2ストライクからショートライナー。浜本選手がちょっと飛び出してしまってゲッツーとなります。そして4番山内選手、1ボール2からきっちりレフト前、これもしっかり芯で捉えた打球が速いですね。そして5番安見選手、2ボール2から外、左中間へ完璧な当たりですね。安見選手足が速い、ランニングホームランで逆転となります。ナイスバッティングですね。これ左中間真っ二つ、外をきれいに打ってますね。6番鳥山選手は初球をファーストゴロで3アウト。ヒラキン初回にすぐ逆転しましたね。2回に入ります。2ボール2から真ん中低めのカットボールですね。これいい球ですね。7番ライトサングラス外しましたね。で三好選手は3ボール2から外のカットボール、これもえげつないですね、球が。8番して岩本選手、3ボール2からローライで空振り三振。2回はもう3者連続三振、なかなかねバットに当たらないですよこの球は。
平金の攻撃に入ります。先頭は和田選手、初球を完璧な当たりですね。これ平金の選手初球から積極的にいってますね。そして和田選手、これ完璧な当たりでした。ナイスバッティングですね。インコースきっちり芯で捉えてますね。いい角度で上がってます。赤坂選手、これもリーグ戦は初打席ですね。ショートへの打球で出塁します。で9番西山選手、ワンボールワンから出ました。これはギリギリアウト。でもきっちり送りバントでワンアウト二塁を作ります。若い選手もセーフしてますね。ワンアウトとなり浜本選手、レフト前、今日はナイスランですね。赤坂選手タイムリーヒットとなります。チェンジアップしっかり待って打ちましたね。で宇根選手2ボール2からインコースのドロップですかね、空振り三振。そして3番松田、ワンストライクからサードゴロ、だいぶごねてますね。3回表に入ります。2ボール2から高めのライズで空振り三振、4者連続三振ですね。追い込まれたら振りたくなるんですよね。そして1番安藤選手、ワンボールツーから外のライズで空振り三振、見逃しですね、見逃し三振。そして橋本選手、ツーボールツーから他も空振り三振、キレがえぐいですね。6者連続三振となります。3回裏に入ります。4番山内選手、2ストライクからチェンジアップをちょっと体勢は崩されましたが、これも芯でしっかり打ってますね。5番安見選手、2ボール1からチェンジアップをライトフライで2アウト。6番鳥山選手、2ボール2から外のボールを引っ掛けてファーストゴロ、3アウトチェンジとなります。4回表に入ります。先ほどホームランを打った天田選手からセカンド安見選手が弾いてしまったのを審判に当たってしまいツーベースとなります。そして4番青枝選手、ワンボールツーから外のローライで空振り三振。5番長谷部選手、ワンストライクからサードに叩いた当たりですね。これがセーフとなりワンアウト1、3塁となります。そしてパスボールで進んだ後に6番秋山選手、ワンボール2から外のカットボールですかね、いいボールなんですけどね、きっちり打ちましたね。しっかり芯で捉えたナイスバッティングですね。2点が入ります。そして三好選手は3ボール2ストライクから空振り三振、こういう場面で三振が取れるのは大きいですよね。そして岩本選手、3ボール2ストライクからショートゴロ、宇根選手これはもう冷静でしたね。いいところに転がったんですが冷静な判断でセカンドランナーをタッチアウトにしました。4回に入ります。3ボール2ストライクから和田選手、これもインロー、すごいいいバットの出方して
これでも距離的には入ってましたが、もう安藤選手スーパープレーですね。これホームラン1本損しましたね。ナイスバッティングでした。そして赤坂選手ツーボールツーからレフトフライでツーアウト。9番西山選手ワンストライクから出ました。セーフティーバント完璧ですね。これはもうここに転がった時点でもう誰もアウトにはできませんね。そして1番浜本選手スラップがうまいですね。チャンスメイク広げますね。1、2塁となります。そして宇根選手パスボールがあり2、3塁となったところでライト線へのタイムリーツーベースヒット2点が追加されます。これ非常に大きいですね。戦場ですね。3番松田3ボール1ストライクからチェンジアップをレフトフライで3アウト。5回表に入ります。藤本選手ツーボールツーから外のカットボールで空振り三振。バットとだいぶ離れてますね。そして安藤選手はチェンジアップで空振り三振。チェンジアップもいい高さに決まってますね。そして2番橋本選手ワンボールからサードゴロでスリーアウト。テンポが良くなってきましたね。これも赤坂選手ナイスプレーです。5回裏に入ります。初球山内選手ナイスバッティングですがね、これもレフトナイスキャッチでした。5番安見選手は3ボール2ストライクからきっちりフォアボール選びます。6番鳥山選手1ボールからライト前ヒット、ランナー1、2塁となります。インコース多少詰まってましたがしっかり振り切りましたね。そして和田選手ツーボールツーからいい当たりでしたがセカンドゴロ。しかし進塁打となり2、3塁ができます。そして代打尾崎選手はツーボールツーからインコースドロップに空振り三振。チャンスは作りましたが無得点です。そして6回表先頭は天田選手ツーストライクからインコースのライズでセカンドゴロ。そして青枝選手これはナイスバッティングでしたが宇根選手スーパープレーですね。これきっちり捉えた打球でしたが取ってからも速い。しかしこれ青枝選手足が速くて内野安打となります。ワンアウト一塁となり長谷部選手初球のライズをライトフライ。ツーアウトランナー一塁となります。そして6番秋山選手ワンボールからライズをセカンドフライ、スリーアウトとなります。6回裏に入ります。代打日野木田選手ワンボールツーストライクから外を引っ掛けてしまいます。際どいですね。気持ち出てますねこれ。ヘッドスライディング初めて見ました。気持ち出てます。そして1番浜本選手ツーボールツーからチェンジアップをピッチャーゴロ。で2番宇根選手ワンボールから完璧な当たりですねこれ。宇根選手ホームラン綺麗ですね。素晴らしい。この追加点も大きいですね。完璧。外を右中間に持ってってますね。3番松田ワンボールからチェンジアップを
レフトフライ、スリーアウトとなります。そしてここで崎村選手、7回守護神ですね、出てきます。三好選手に対して2球でいいボールですね、追い込みます。そして3球勝負、キャッチャーも平本選手に変わってますね。完璧ですね、外を見せ続けての最後インコースライズ、ナイスボールでワンアウト、素晴らしい球でしたね。そして代打中村選手、ワンストライクからショートフライでツーアウト。そして藤本選手、スリーボールツーストライクからインコース、これもいいボールですがちょっと外れてフォアボールとなります。そして1番安藤選手、ワンボールツーから高めのライズに空振り三振、試合終了となります。小山選手の初先発ということになったんですが、やっぱり多少の緊張っていうのがやっぱりあったと思いますね。マウンドの3試合目ということで、マウンドの難しさだったりっていうのもあったと思いますし、まあでもしっかり初回の立ち上がりから後半しっかりまとめてくるあたりはやっぱり並の新人ではないっていうか、まあスーパーピッチャーだなっていうのをやっぱり感じる投球内容となりました。やっぱり空振りっていうのが他のピッチャーよりもやっぱり多いので、それだけ球が速かったり球が動いてるっていう証拠だと思います。そのボールをきっちり打った天田選手だったり J テクトの打線っていうのもすごいやっぱりレベルが高いなというのを感じました。次回は大阪グローバル戦となりますので、次回もお楽しみにしてください。それではね。ひやきんソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy ソフトボール。